リサ子の毎日メイクを紹介します。まずは下地、イプサのコンシーラー、そしてマキアージュのファンデーションをつけます。チークはビセをつけています。そしてアイムミミのピンク色のシャドウを順番につけていきます。グラデーションにします。猫目っぽくするのがポイント。そしてロム&のラメを全体につけていきます。下は全体、上は黒目だけにつけます。そうするとキラキラになります。アイラインはちょっとだけはみ出して、まつげはパッチリさせます。キラキラのラメをつけたらリップをつけて完成です。リップは濃いめにつけています。リサ子の毎日メイク、ピンクメイクが基本です。40歳になっても可愛くいたいです。